北九州魅力ミュージアム。今回は北九州市の各区を散策するシリーズの最後、戸畑区。ナビゲーターはトギーさん。いやー、いい眺めです。戸畑区ドーン、ここから一望できます。僕トギーの地元なんです。戸畑区は市内7区の中で早くから都市基盤が整備され、教育、文化、福祉など都市機能が充実しているエリア。昭和37年には道海湾を挟んで若松区との間に若戸大橋が開通。現在もシンボル的存在として人々に愛されています。まず最初に訪れたのは読谷公園にある万葉歌碑。ありました、ありました。こちらが戸畑の名前の由来となった万葉歌碑です。ホトトギス戸畑の裏に敷く波のしばしば君を見むよしもがも。古い歌によって戸畑という地名が昔からあったということがわかるんですね。読谷公園の近くにはおよそ3500万年前の地層から発見された台形花木もあり、見どころの一つです。さて、戸畑の伝統工芸の一つといえば孫地凧があります。可愛らしいデザインや形が好評の工芸品です。こちらでは予約をするとタコに絵描きの体験もできます。入りました。じゃん。さっと作りましたけども、本当は僕ももっと A 型なんで細かくいきたかったんですけども。いやいや、なかなか、筆運びからいいですね。最後はこちら、九州工業大学。校内にあるのは竜巻研究の世界的権威、藤田哲也博士のギャラリーです。竜巻の規模を示す F スケールは現在でも世界で使われています。戸畑区では今年3月、旧戸畑区役所の建物が図書館に生まれ変わります。ぜひご利用ください。歴史、文化、教育、そして伝統まで、僕が育った町戸畑、最高です。